デザインを言葉にすることはもう一つのデザインである。ですから、まあ無印良品のデザインはよく引き算のデザインって言われますけど、これってもともと物の原点をやはり考えていかなきゃいけないし、ただそのものがじゃあ10年後同じ形であるべきなのかどうかっていう繰り返し未来も考えなきゃいけない。だから未来を考えながら行き過ぎないように原点をしっかり考えましょうっていう用語です。無印良品には3つのわてっていうものがあります。1つ目は素材を適正に選択をしましょうという素材の選択です。皆さんの中にもシャツって言ったらいくらってありますよね。だいたいこれぐらいで買うもんだって。ではその中でいかにいいものを作るか、いかにいい素材を選択するかということです。2つ目は工程の点検という考え方です。物ってかなり余計なことをやってるっていうことは、それ工場の中で余計な工程があるんじゃないかということです。で3つ目が包装の簡略化です。これお金のこともあるんですけど、これ貴重な資源を捨ててるってことですから、やはりいかに使わないで包装を作れるかということを考えています。